こんにちは、まきです。今日は水垣山にボルダリングをしに行きます。北斗市の冬の寒さもだいぶ和らいできて、外で遊べるくらいの気温になってきました。水垣山は日本でも有数のクライミングエリアで、私たちの自宅から車で30分くらいの場所にあります。背負っているのはクラッシュパッドといって、外のボルダリングで岩から安全に着地するためのマットです。お昼寝をするのにもちょうど良い大きさで、私は登るのも好きだけど森でお昼寝をするのが楽しみだったりもします。これがクライミング用のガイドブック、通称トポです。岩がどこにあるのか、その岩にはどんなルートがあるのか、でそのルートはどのくらい難しいのかっていうことが分かります。今回来た水垣山の金山沢ボルダーのトポは2011年のロック&スノーという雑誌に載っています。今いるのがロワーエリアで Z の岩にいます。 Z の岩の名前がアナグマボルダーで、5番のウツボルーフ5級 SD シットダウンスタートですね。二重丸ってことはおすすめルートということです。このルートを登っていきます。ルート名の横に何級ってついてると思います。現実逃避8級とかイージーダブルダイの6級とか、この9っていうのが難しさを表していて、8級は優しめで8、7、6、5という風にだんだん難しくなっていきます。で1級まで行くと1級の次が初段で、ここから2段、3段、4段という風にさらに難しくなっていきます。これがクライミング用のシューズです。ソールの性能がとても良いので、岩で滑りにくかったり、つま先に力が伝わりやすくなります。普段の靴よりもタイトに履くのが一般的なんですが、実はこの日自分のシューズを忘れてしまって、のりさんのシューズを借りています。ということでかなりブカブカの状態です。ちゃんと登れるかちょっと心配ですが、滑り止め用のチョークをつけて登っていきます。丸で囲ったホールドからスタートです。ホールドというのは手で持ったり足で踏む部分のことです。ここから左上に向かって登っていきます。ウツボルーフはシットダウンスタートなので、座って腰がついた状態からスタートします。
クライミングは体のサイズによって登り方が変わります。小さい人は遠くのホールドを取りに行くのが難しくなるし、反対に大きい人は狭い場所で動きにくくなります。人によって使うホールドが違ってくるので、登り方がそれぞれ違うのも面白いところです。手がサガサになる、このパリパリさ。登り終わったらチョークを落とすためにブラシで掃除をします。どっちからにしよう。卵から。ライター、ライターつくじゃん、よかった。忘れ物ばっかりだね今日。これはどっち、アボカド、卵。いただきます。いただきます。美味しそう。うん、食レポ、うん、ディル入れた、ディルとマスタード、うん、うまい。マッシュルームとキャベツかな、でマヨネーズとチーズに、あとパルメザン、うん、次に登るのはこの岩です。ルート名はベイビークリンプ。クリンプというのは英語でヒダとかシワという意味です。岩の正面についているシワのような小さなホールドを使って登ります。このルートも二重丸がついているのでおすすめ課題です。ちなみにグレードは2級なので、さっき登ったウツボルーフより結構難しいです。私が手を広げて構えているのは、クライマーが変な体勢で落ちるのを防いだり、クラッシュパッドの外に落ちるのを防ぐためです。別に念を送ってるわけではありません。別の角度から見ると傾斜があるのがわかります。こんな風にああでもないこうでもないといろいろな登り方を試すのがボルダリングの楽しみの一つです。1回で登れることもあるし、数回で登れることもあれば、何日も 何回も通ってようやく登れるようなルートもあります。登れなかったルートが登れた時はものすごく嬉しいです。
これはシルバーザッテルというルートです。最初に登ったウツボルーフよりも少し難しいくらいのグレードです。金山沢の岩はあんまり高くないので気軽にトライできるのが嬉しいです。最後に登ったのがこの岩です。ほぼ直上するこのルートは手を使わずに登ります。これが結構難しいです。足で踏みにくいホールドをうまいこと面で捉えてバランスを取りながら踏み込んで体を上げていく、今にも足が滑りそうで見た目よりもちょっと怖い感じのルートです。垂直より傾斜が寝ている岩をスラブと言います。反り返った壁を登るよりも簡単そうに見えるかもしれませんが、クライミングの難しさは傾斜の角度だけではなくって、ホールドの持ちやすさとかホールドの向きとかホールドとホールドの距離、ルートの長さなどいろいろな要素で決まります。難しいスラブになってくると、どこにホールドがあるのっていうくらいツルツルで足も踏むところがないんじゃないかって思えるような岩だったりします。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画で。